さて皆さんこんにちは。今ね、神流町の恐竜センターにいます。で、これからちょっとね、秩父方面のなんだっけな、志賀坂峠を通っていきたいと思います。で、志賀坂峠を越えた先になんかね、バイクの森っていうのがあるんだよね。なわけで、そのバイクの森を目的地としていきたいと思います。さて、志賀坂峠どんな感じなのかね。で、志賀坂峠があって、で、バイクの森で、だいたい秩父方面だと思うので、秩父の方に入っていきますね。ここを曲がっていくと秩父で、秩父行って、で、どこだ、ここか、ここだ、ここ、国道299。ずいぶん遅い道なんだね、国道299号線。うわ、すげえな、これ落石注意もいいとこだよね。本当についてるね、これ。でもなんだかんだで今日は天気いいね。やっぱり参ったね、これ暑いよ。岩落ちてんじゃん、石落ちてる、あれ落石でしょ。いやー怖。ただ志賀坂峠はどこから志賀坂峠なのか分かんないんだけど、まあ漠然と、なんかちょいちょい石落ちてるねちょいちょい石落ちてんね、なんか。お、なんかうねうねし始めますよ。すげえな、道細。さざ波が、これか、さっとあったさっきんだね。さっきんはさざ波がだね。さざ波がを見たことだし、あと志賀坂峠、住宅地線だね。
直線がねいやつうかまあ直線がないのはいいんだけど結構、ね、道細いよね。いやここのとこ天気悪かったからな。まあよかったよかった、晴れてる日で。こんな山の中でさ雨に降られたらもう精神的に参っちゃうよね。やはりここら辺は涼しいな。壊れてるけれどもあっちが通行止めか。もうなかなか299号線もいい道じゃないか。結構面白いね。トンネルか。やーべ、照明のないトンネルだとかね。はい、埼玉県小鹿野町、彩の国ですよ。イノシブ、オーガノ。なるほどね。もうここら辺があれなのかな。なんだっけ。なんとか峠だっけ。木の枝が。うわ、滑った。ほえ、何し。砂利はこれから嫌いだね、本当に。あ、すげえな、この道。なんだろう、子供の落書きみたいな道になってる。これまっすぐ行けりゃすげえ短いんじゃん、この道。い
が相当追いすぎてるね。あ、そう、日笠が峠だね、日笠が峠。もう日笠が峠なのかな、なんかよくわかんねえな。まあいいや、日笠が峠っていうことでさっきね、看板にもなんか書いてあったもんね、日笠が峠って。すげえ、ヘアピンの途中に家があるっていうアクロバティックな道だね。暑くなってきたよ若干でもあれかい、降りると暑いんか今。やだな、下の方がもっと暑いのかな。今ほらこの道走ること満足してるからさ、赤城山走りてえなんて言わなくなったでしょ本当に大違いだよね、あの東京行く方の国道とは。お、ジグザーか。超えたのかな。まあこっち初めて来るか全然わかんないんだよね。まあでもまだ目的地まで19キロあるんだよね。なんだろう、風景的にはすげえ涼しい感じがするけど今めちゃくちゃ結構暑い。マジか、ここで暑いんだ。
やべえな。いや普通さ、こんななんつうのかのどかな風景してりゃ涼しいって感じするじゃん。いや若干なんつうのかな、若干あったかいんだよね、マジで。いや夏はやべえな本当に。いや基本ね、夏なんて赤城山と春名ぐらいしか行かねえからさもうめんどくさくて、どっか行くぐらいだったらもう分かりきって、涼しいことが分かってるところにしか行かないっていうね。まあ年取るとそんなもんだよね、パターンができちゃうっつうか。いやでも本当に車通らない割にバイクがバイクが多い。いやーやべえな、暑いな嘘でしょ、ここで暑いんですか。いやむしろ大型じゃなくてよかったわ。あでも四ヶ坂峠ってさ、頂上台にトンネルがあるかってなったっけ。あのトンネルだったのかな。うわマジか、ここで暑いんか。なんすんのかな、この暑さを、この暖かさを何だ表現する。あーとね、焚き火を 2,3 メートル離れてる感じかな2,3 メートル離れた焚き火の熱の風みたいな感じ。あとドライヤーの弱みたいな感じかな。山がすげえ、何すげえ北線なんだけど、こう、うわ超綺麗じゃんこの橋。で何このタイヤ痕は。おこっから50キロじゃん。いやでもやっぱりあれだな、白坂峠はさっきのやっぱあそこで終わってたんだな。なんか峠感ないもんね。いやでもなんつうのかな、涼しくねえな、山来てんのに涼しくねえって。いやこれほんとなんもねえな。いやでもなんつうか、のどかではいいんだけど、なんもねえな。なんもねえ。いやーだけど、このなんだろうな、若干あったかいっていう風。なんか微妙だな。もうちょっと冷えてくれや気持ちいいんだけどな。この微妙な暑さが疲労につながるんだよね。裏山だ、滝沢だ、ダム2つあるんだ。吉田、所沢、支部、両上。うわー、あっちなー。いやー、こら、閉まったなー。案外、こっちもやべえなー。やっぱ、赤城春菜とは、新潟方面。長野だなー。長野、栃木。だいぶこっから先行ける方向が絞られてきたな。お、なんかバイク屋さんだ。でさ、バイクの森って何なんだろうね。なんか昔は一回潰れたみたいなんで、なんか昔は古いバイクが止まってた、結構集まってたらしいんだけど、逆に今そんなもん置いてあったら盗まれちゃうよね。で一回潰れて、不人気で。で、またなんか新しく、そういうバイクの森として復活したらしいんだけど、やーべえな、暑いな。お、レストラン、イデウラ。あ、レストランイデウラってここだったんだ。あー、トローズゲジャパンの。知ってる、知ってる。前来たわ。なんだ、イデウラでもよかったな、だったら。まあいいや。あの、あれは四ヶ坂峠をから来ると、あ、そういうことか。前はね、こっち側から来てたから逆だったんだよね。そっかそっか、レストラン出裏のわらじかつんでもよかったな。まあいいや、後でまた今度来た時にしよう。とりあえず今日はちょっとメガネの森、メガネじゃねえよちょっと今日はね、あのバイクの森をちょっと行ってみようってことで。僕はあの
いや、そろそろ回れないな。160m 先だから次の信号あたりだな。ここだ、ここを右折だ。で、すぐに左折。ここを左折。で、道なりか。あ、すげえやん。おい。化石散出地やって。それはいいとして、お、なんかバイク関係のメーカーの人が、どこだ、 50m 交差接なのか。よいしょ。とりあえずあそこら辺が多分ね、それっぽいんで、ちょいと見てきますと、多分あそこら辺だよね。分かった分かった。あっちだった。変なね、恐竜のマーク。分かったよ。あそこのね、恐竜マークのところが入り口なんだよ。ここを曲がっていく声に全然関係ねえし、どこも書いてないよね。ここから入ってって行くと、はい、ここがバイクの森の建物っぽいですね。はい、到着。よいしょ。はい、到着。いや、しかしくっそ暑いな。じゃあ行ってきます。バイク弁当で湘南バック相続のコラボ。そんなわけで、バイク弁当で湘南バック相続のコラボをやっていましたと。で、なかなか良かったですよ。それでは皆さん、お疲れ様です。